シュウォーリアーズでやっちゃおうと思います。よし、いよし、おお、いい勝負、いい勝負、いい勝負、頑張れ頑張れ、あれどういうこと、なになになにこれ、おお、よいしょ、おおおお、ミニ四駆のことなら何でも聞いてください。マスター上田です。どうもー、ミニ四駆歴6年の甲斐ひろみです。よろしくお願いします。お願いします。今回はですね、先日ビクトリーズで禁断の対決をしましたけれども、ダッシュウォーリアーズでやっちゃおうと思います。うわー、ダッシュ5号ダンシングドン、スメラギリンコ、ダッシュ4号キャノンボールパンクロウ、ダッシュ3号シューティングスターシンクロウ、ダッシュ2号バーニングサンタンクロウ、ダッシュ1号エンプライオンクロウ、ダッシュウォーリアー。今回もですね、事前に視聴者投票をしまして、はい、え、今回もですか。その結果が出ております。おー、すごい、ありがとうございます。じゃあそれでは紹介しましょう。まずは第5位、お、約90票のバーニングさん。あ、バーニングさん、タンクロー、タイヤの感じも ねいかつい。またフロントヘビでこうリアにシュッてなってるのがね、力強くてかっこいいんですよ。これタンクって書いてますかね。しっかり、これ重要。あ、本当だ。はい、じゃあ続きまして、第4位いきましょう。約130票、お、キャノンボール、でん、おー、パンクロですよ、パンクロ。パンクですね。このリアのこのね、エキゾーストマフラーもこれも上向いちゃってるから。本当だ。すごい。じゃあいきましょう、第3位、約240票、ダンシングドール。おお、リンコちゃん。いいね。かわいい。またあとここですよね。あ、気づきました？上向きにファンがあることでね。漫画上ではこうダウンフォースを打っていう、そういう設定です。じゃあ続きまして、はい、第2位、約500票。おお、いきなり。ダンシューティングスター。わー、シューティングスター、ここで。シンクロです、シンクロ。シンクロ。エアインテークが、ね、特徴なんです。本当ですね、他のマシンと全然違う。え、マスター、はい、ということはこれ難しいですよ、1位は嘘だ。え、じゃあ第1位、約880票、エンペラーです。エンペラー、やっぱり、はい、1位にリーダーの皇帝と書いてエンペラーです。あ、そうですね、当時やっぱそれで漢字を覚えたんですよ。あ、確かに。今回どんな感じで対戦していくんですか。うん、今回はですね、はい、前回と同様に、うん、トーナメントで、対戦します。お、まず、はい、投票で第1のエンペラーはシードです、うん、そして第1回戦は、はい、同じシャーシ同士で対決します。シューティングスターとバーニングさんですね。お、 MS シャーシ同士、うんうん、そしてスーパー2同士のパンクロのキャノンボールとダンシング、勝ち上がったマシン2台とエンペラーで決勝戦を行います。これはもう最後までドキドキが続きますよ、ね、予想ができないけれどもね。カエさんはどれが1位になると思いますか。私ですか。女の子をちょっと応援したいなっていう気持ちがあるので。なるほど、リンコちゃんのダンシングドールをちょっと押したいなと思います。マスター的にはね、はい、やっぱこのキャノンボールかな。おお、パンクロは二面性があっていいな全然違いますもんね。そう、どのマシンが1位になるんでしょうか。楽しみですね、はい、1回戦第1試合の方いきたいと思います、はい、視聴者投票数5位のバーニングサンド、そしますとはシューティングスターですね。視聴者投票第2位、お、 MS シャーシ対決ですね、はい。今回のですね、うん、マシンなんですけれども、ノーマルカスタマイズということで、はい、うん、全て新しい電池を積んでおります。なるほど、はい、どっちがいくと思いますか。まあシューティングスターでしょう、スリックタイヤだしね。ああ、うん、そっか。このバーニングサンも、うん、ちょっと一瞬だけスイッチ入れてみたら、いい音、いい音してた、はい、
あとちょっと今マダム息止めてますごめんなさいちょっとやめてくださいねあのプワっていうのだけどそれで即答するぐらいだったら相当な匂いですよそれでは1回戦第1試合です。よし、おいけー、いいスタート、いいスタート、いいスタート、頑張れ頑張れ、おー、いい勝負、いい勝負、いい勝負、頑張れ頑張れ、おーおーおー、伸びてきてる、伸びてきてる、頑張れ頑張れ、あと全然僅差だね、頑張れラスト2周、ラスト2周、おー、ちょっと追いついてきた、追いついてきた、追いついてきたぞ、ラスト1周、まずい、あよっしゃ、よっしゃ、ダメー、え、まさかのひっくり返り、まさ、はい、いや、もう、勝ちましたのポーズになってるじゃないですか、はい、完走しました、うー接戦かと思ったんですけど、いや、今日最後追いついてきたよ、なんか3、4種目ぐらいからいきなり、うん、スピードに乗ってきた、ただスピードに乗っちゃったからそこでバーンってなっちゃった、横転しちゃったってことはスパイクタイヤちょっと大丈夫かなって感じは、ね、危ないですよ、だとしたら1位のエンペラーがいますから、うん、どうなるか、結果はシューティングスター、はい、仕上がりということになりました、勝ちました、今回はですね、はい、我々の推しマシンということで来ました、はい、こちらはダンシングドールです、うん、かっこいいね、ピンコちゃん、キャノンボールです、イエーイ、イエーイ、あれパンクロになってる、パンクロはね、ノリでいきますから、もうノリでいく、ピンコちゃんはやっぱダンシングしてるんでね、軽やかにダンシングな感じで、はい、それでは1回戦第2試合です、よいしょ、よし、お、頑張れ頑張れ、さあ、お、いい勝負じゃない、あ、なんかちょっと差が、いい勝負、あ、うん、まずい、いいね、いいね、頑張れ、来た来た来た、あ、だだだ、勝ち目、ああ、お、ダンシング、あらららら、なに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 、これ、なに、どういうこと、おお、あれあれあれ、いないじゃん、いないじゃん、あれあれ、キャノン、どういうこと、なになになに、あれ、おお、もう一回、このままもう一回いきましょう、このままもう一回、よし、頑張れ頑張れ、よし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 、いいスタート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 、あれ、なんかスピードから持ったよね、頑張れ、よしよし、伸びてきた伸びてきた伸びてきた、よし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 、頑張れ、3周目、いいね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 、結構スピードの差が出てないね、ラスト2周、ラスト2周、ラスト2周、よしよしよし、このままこのままこのまま、ラスト1周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 、よしよしよし、このままこのまま、いやー、いやー、キャノンボールが勝ち上がりました、いやー、なんか底力を見せられた気がする、ちゃんと走り切りましたね、ね、やっぱノリが違うんですよ、いやノリだったかな、ダンシングドールもね、いい走りだったんですけど、ちょっとスピードが、テンポがね、そう、ちょっと踊りすぎちゃったね、そうですね、いや、この2台で5位決定戦なんですけれども、はい、どうですかこの2台の対決は、バーニングさん、さっきね、こうなっちゃったからね、そうです、 5周目でなりました、そう、はい、スピードが乗ってきた時にね、はい、タイヤも違いますからね、この2台は、そうなんです、タイヤもシャーシも違うんで、そこがどういう走りを見せてくれるのかが分かんないですね、はい、それでは5位決定戦です、よいしょ、よっしゃ、いけいけいけ、うんうんうん、いい勝負、いい勝負、早いね、結構、あ、いい勝負、いい勝
結構早いんじゃない、ちょっと、あ、危ない、危ない、ちょっと今危なかった。さあ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 、伸びてきた、伸びてきた、よし、さあラスト一周、よし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 、いいんじゃない、いいんじゃない、よしよし、頑張れありがとうございます。完走しました。ちょっとけど危なかったね。途中。こんななっちゃってね。ちょっとね、ジャンプして下手したら本当ひっくり返る感じでしたね。ちょっと期待したでしょ。はい。その気持ちが乗っかっちゃいました、もしかして。結果は5位、ダンシングドール。そして4位が、バーニングさんです。ということになりました。はい、それでは決勝戦でございます、はい、いよいよです。決勝戦は視聴者投票数1位の、うん、そしてシードでありますエンペラーと、ね、そしてシューティングスターですね、第2位ですね、うん、そして第4位のキャノンボール。いやどうなると思います、一押しのね、うん、キャノンボールです。残ってますね、もちろん。私はもう視聴者のこの1位の予想の気持ちをですね、うんうん、しっかりと受け継いで1位になってもらいたいなと思います、はい、エンペラーが、はい、あとタイヤがスパイクになってるんで、これがちょっと心配だよね。これがちょっとさっき、うん、あのバーニングさんの時に繰り返りそうになってたりとか、そうそう、あれを見てるんで、ちょっとそこをなんとか完走してもらいたいなと思ってます。それでは決勝戦です。よいしょ、おおおお、頑張れ、うんうんうん、差がついてきたね、1周目で。エンペラー、よし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 、早い、シューティングスター、早いぞ、早いよ、よし、いい感じ、あらら、うん、うん、よし、頑張れ頑張れ頑張れ、早い、スピード乗ってきた、うん、あー、まさかの、どうでした、いやーまさかの早いシューティングスター、いやすごい、スピードが伸びたね、なんか予選の時よりも速くなってますね、うん、予選というか、スピード乗って最初の時よりもいい感じ。エンペラーもコースアウトはしないんですよ、ちゃんと走ってました。そう、ただやっぱスピードに乗り切れてなかったね。そうですね、スピードがうまく乗っかってなかったかなっていうのが、やっぱスパイクタイヤでということで、結果は改めまして、はい、1位がシューティングスター、はーい、シューティングスター1位、そして2位がキャノンボール、キャノンボールマスター一押しですから、そして3位がエンペラー、エンペラーということで、現実の世界ではもしかしてリーダー変わっちゃう感じなんですか。そうなんですよ、そうなんですね、ダッシュシンクロになっちゃう、まあ、ついにダッシュシンクロ4クロじゃないの、マジですか、番号も変わっちゃうから、これ1位になってこっち3になっちゃう困るね、それは参るぞマスター、はい、なんか次はどんなやつやりましょうかね。え、まだやるんですか。まだある、せっかくならなんか楽しいから、なんかこういうのあったら、あ、じゃあやってみたいなって思って。そうだな、じゃあせっかくだから、はい、ウォーリアーズ揃ったことだし、はいはいはい、違うチームとね対決するってどうですか。ビクトリーズ、お、来ました。え、そんなことあります。ウォーリアーズ対ビクトリーズ、うわー、やばい、それは世代構想ですよ。うわー、楽しみ、やりたい、やりたいですね。ちょっと次回なんかやれたらやりましょう、はい、今後、はい、それでは皆さん次回のミニオンクチャンネルお楽しみに。せーの、キープオンランニング。